内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが、本日ご紹介の物件はこちら。優等生にも程があるバカ野郎との情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2015年8月、地区の鉄筋コンクリート造10階建て。コメンテーターには私立基地基地大学スーパーミニマム校基地の基地子さんにご協力いただいております。本日もよろしくお願いいたします。こんにちは、ミニマムでミニマルな空飛ぶお部屋探してます。基地の基地子です。今日もひたすらいいお部屋の情報を集めます。よろしくね。気になります。敷地内駐輪場、広々しており、余裕を持って駐輪できます。その他バイク駐輪スペースもございます。空き状況は事前にご確認くださいませ。フロントエントランス、失礼します。仕上がっております。メールボックス、モニター付きオートロック、館内は清掃行き渡り非常に綺麗です。エレベーターで上階へ参ります。着きました、こちらです。インターホン、ダブルロックの玄関ドア。それでは今日も元気に。 Open fire。 バリアフリーで足元に訪れる安心感、開放的で爽やかな玄関土間。ナチュラルテイストでおしゃれに仕上がります。左側には扉がなく、開放的でスタイリッシュな収ラック。ゆったりサイズで余裕を持って収納可能、棚の高さ調節可能で拡張性があります。失礼します。こちらはパウダールーム、帰宅時すぐ手洗いうがいできます。 Open fire。 綺麗です。伸びます。シャワーモードに切り替え可能。寝癖がすごいあなたに安心感、さっと手直し可能です。洗濯機スペース、物を置けるスペースが上部にあり、洗剤などが置けます。あなたのセンスが光ります。浴室乾燥機能、マックス製。バスルームはどんな感じでしょうか。エメラルドグリーンの棚で爽やかさ2倍増し、清潔に仕上がる扱いやすいデザイン。足を伸ばしてゆっくりできるサイズ感。全体的に清潔感がすごくあって綺麗ね。基地子的には広すぎるくらいゆったりしてて、贅沢なお部屋ですわ。こちらは換気ファン、収納スペース、おトイレございます。花柄タイルが爽やか、清潔感を演出します。コンセントございます。次はこちら、ガスコンロ2口、作業スペース確保、扉で匂いを出さないキッチンスペース。 Open fire。 深型調理器具しっかり入ります。お箸やフォークスプーンなどはこちら。冷蔵庫スペース、広々としたキッチン周辺は余裕があり、食器収納には困らないです。 Open fire。 エアコン、ライトの調光リモコン。この基地感、お料理に没頭できるラボ感 A ですわ。隣のお部屋に匂いもいかないし、清潔感にこだわる人には機能的ね。光が漏れるこちらの引き戸を開けますと、おこちらは約8畳の洋室、二面採光が作り出す開放感。そしていい基地像。ロフト付き、天井が高くなりすぎずしっかり調節されています。デザインウッディな床の存在感。Open fire。 キッチンに採光を取り入れたい方にも対応。ビッグなワンルームのように開放的に使うこともできます。モニター本、テレビアンテナ線接続可能。すりガラスでプライバシーは守られており、あるとないとでは開放感が全く違います。こちらは採光用ということで開かない仕様。こちらからネット接続可能。お外の景色が気になります。抜け感最高の最高が最高。
夕暮れのノスタルジーに浸ることができる空間。物干し竿フック、広々としており洗濯物はしっかり乾きます。網戸だ。はい、ということでロフトの前に。Open fire, open fire, open fire. 出ました。オープンファイヤー3連打。しっかりクローゼットございます。単身住まいには問題ないサイズ感。ロフトを見てみます。広いです。天井が少し斜めになっているので、中は想像以上に広々としています。吉子さん、これは？ロフト。久々ですわ。やっぱりいいわね。吉感あります。はい、ということで、どうやら一部屋目の探検はここで終了のようです。今回はもう二部屋内見可能ということで、そちらもサクッとご案内いたします。一部屋目はまさに優等生の間取り、扉を閉めてシークレット感、開けて開放感。その他設備もよく仕上がり、非常に扱いやすく拡張性があるお部屋でございました。一部屋目、よかったわ。基地感があるけど、開放感も抜け目なくて。あと二部屋、期待してます。はい、ということで二部屋目、インターホン、ダブルロックの玄関ドア、失礼します。バリアフリー、おしゃれデザインの玄関土間、スタイリッシュに仕上がる清潔空間。右側にはシューラック、匂い、湿気とは無縁の開放デザイン。棚の高さは調節可能。スタイリッシュにしちゃってくださいませ。こちらは？おトイレございます。トイレットペーパーで彩る収納棚。床部分は一部屋目とは違いシンプルに仕上がります。壁紙はシンプルなドット柄。パウダールーム、清潔感の押し売りにも見えるほど文句ないデザイン。綺麗です。Open fire. ラウンド型で水が流れやすく、水垢がつきにくいデザインのシンク。伸びます。シャワーモードに切り替え可能。個人的には水回りに個性とかあんまりいらないから、使いやすくて安心感があるデザインがいいわね。浴室乾燥機能、マックス製、バスルームを見てみます。綺麗です。文句ございません。普通が一番、そんなバスルーム。サイズ感は先ほどと同じです。水洗レバーが横にあるので、前後入浴位置を変え放題。小物入れも可愛くエメラルドブルー、清潔感をさらに演出。コンパクトにミニマルに、水回りは立ち回りしやすい動線です。子供の頃お風呂に浸かりながら冷たいシャワー浴びて、謎の滝行してました。ちょっと何？可愛いんですけど。キッチンは赤色のアクセントが効いたスタイリッシュなデザイン。Open fire. サイズ感は先ほどと同じです。ガスコンロ2口、作業スペース確保でお料理ファイターも安心です。深型調理器具しっかり入ります。ナチュラルカラーに赤色が効いてて印象が結構変わるわね。調理家電置けるスペースにも余裕あるし、かなり優秀なキッチンスペースだわ。コンセントございます。こちらは約8畳の洋室。最高の最高。日中は電気なしでも作業できます。ネット接続はこちら。モニター本、テレビアンテナ線接続はこちら。Open fire. クローゼットは先ほどと同じスタンダードサイズ。単身用といった感じです。お外の景色はどうでしょうか？いい感じです。夕暮れノスタルジーな景色が広がります。洗濯物はしっかり乾く最高具合、広さもそれなりにあり、物干し竿以外に三脚タイプの洗濯物干しも置けそうです。網戸だ。はい、ということで二部屋目の探検はここで終了でございます。非常にシンプルかつ機能的に仕上がるお部屋でございました。ロフトがないバージョンね。シンプルだけど相変わらずの広々キッチンでいい感じだわ。個人的にはもう少し大人な色合いのとかも見てみたいんだけど。はい、ということで3部屋目、インターホン、ダブルロック玄関ドア。失礼します。めっちゃ重厚感。
同じくバリアフリーの安心感、そして溢れるビターで大人な空間。間取りは同じのようですが、印象が全く違います。左側にはシューズボックス。雰囲気が違うと靴の並べ方や配置も変わりそうです。あなたのセンスが光ります。こちらは、おトイレございます。シンプルにアクセントが効いた壁紙。パウダールーム。いい感じね。水回りはこのタイプが一番落ち着きますわ。オープンファイア。伸びます。シャワーモードに切り替え可能。思わずデジャブかと思ってしまうほどに全てのお部屋、清掃行き渡っております。バスルームでございました。キッチンはこちら、重厚感漂う空間に際立つ白色、こちらもスタイリッシュにまとまりおしゃれです。あなたのセンスが光ります。オープンファイア。冷蔵庫用コンセント。約8畳の洋室、こちらは2面採光、開放感と落ち着きのいいとこ取り空間です。扉を開けることでキッチンに差し込む光が非常に爽やか。天気の良い日や開放感が欲しいとき、その時の気分に合わせてお料理していただけます。オープンファイア。クローゼット。モニター本、テレビアンテナ線接続はこちら。こちらは採光窓がついています。差し込む柔らかな光で空間全体が重くなりすぎません。ネット接続はこちらから。最後はベランダ。こちらも比較的景色は抜けており日差しも良好。洗濯物がしっかりと乾く最高具合です。網戸だ。はい。ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？まさに優等生、存在感際立つデザイン。快適な動線はもちろんですが、プライバシーをしっかり確保しつつ、太陽の光をふんだんに取り入れる、非常に機能的に仕上がった間取りでございました。よかったわ。大きなワンルームとしても使えるし、扉でプライバシーは隠せるし、基地感あるし。とにかく、おいしゅうございました。それでは今回はここまで、皆様ご視聴誠にと言いたいところですが、周辺環境もサクッとチェックしてまいります。今回ご紹介の物件、最寄り駅は地下鉄中央線、旭尾橋、JR 大阪環状線、弁天町地下鉄、JR ともにアクセスしやすくコンビニが多いのでちょっとした買い物もできます。43号線が通っているので車などで各方面にもアクセスしやすいです。ちょっとした釣りもできたり車、バイク、自転車、歩きでも少し足を伸ばすと川や海の堤防にすぐ行けます。ちょっとした気分転換もできます。物件周辺にはスーパーや昔ながらの惣菜店などが並び生活用品の買い出しには困りません。要はいい街です。それでは今回はここまで、皆様ご視聴誠にありがとうございました。次回、何が出るかは見てからのお楽しみ。お楽しみに。